サミンがいる。なんだ、いちゃ悪いか。それにアサミンってなんだ。これでも共感だぞ。だって七瀬はナナミンって呼ばせてくれてるよ。それなら仕方ないな。なると思ったか。ならないの。七瀬が許したことが私にも通用すると思うな。さ、お前がいると悪酔いしてしまうが。え、まさかお酒。いけないんだ、いけないんだ、先生に言ってやろう。その先生がこの私だ。そうだった、年下に見えたもので。あやむ、ちょっとこっち来い。ん？もっと寄れ。制裁のデコピー。とんだ酔っ払いに絡まれたもんだ。返してもらわねえとな。アサミンはどこに行ったんだ。また今度にしよう。いた、アサミン。この酔いどれ教官め。おお、来たか。待っていたぞ。見ろ、特等席を用意しておいた。隣に寝っ転がってみろ。そんなことよりさっきのお代、立て替えた分返してよ。何の話だ？早くしろ。くっそ、なんだよ。どうだ、綺麗だろう。これが私のストレス解消法だ。確かに落ち着くね。アサミンもこんな酔って星を見上げなくちゃやってられないぐらい大変なんだね。大変なのは前線に出ている私らだけじゃないってことか。みんなで戦ってるんだな。いいこと言ったつもりなのに寝てた。ねえねえ、いいこと言ったよ。聞いて聞いて。なんだよ、うるさいな。ふう、酔いも覚めたし、寝っ転がって汚れたから風呂入るか。振り回されただけだった。
もしかしてだが、酔っ払って迷惑かけたか？ええ、とっても。そうか。じゃあ、とっとと寝て忘れるんだな。何を期待していたんだ？なんか頭の中でシュワシュワシャワシャワって BGM が流れてくるアダルティックなイベント。そんなゲームみたいなこと起きてたまるか。不思議なことに結構起きてるんだよな。わ、立て替えたお金